出町子ども歌舞伎曳山祭り。それは4月16日と17日の両日、出町神明宮の春季祭礼に際して演じられる華やかな行事です。今年はこの奉納のほか、新生砺波市の誕生を祝う合併記念行事の目玉として、ここ文化会館大ホールの舞台で演じ、多くの観客を魅了しました。私たちは数ヶ月間、砺波子ども歌舞伎振興会と西町の皆さんのご協力を得て、その舞台裏を取材してきました。地域のつながりが希薄化し、ともすれば家族の絆さえも脅かされる社会において、こんなにも温かく、そして熱心な人々に接することができたことは、私にとっても大きな感動でした。華やかな舞台はもちろん、その歴史背景、そしてその舞台裏をどうぞご覧ください。まずは子ども歌舞伎の歴史でござる。砺波平野の中心地、出町。ここは慶安2年1649年に杉の木村次郎兵衛が町建てを図り、発展してきました。この出町の中心地に佇む出町神明宮。ここは慶安3年1650年に杉の木新町の総氏神として勧請されました。この神明宮の春季祭礼に、いつ頃から曳山が引き出され、なぜ子ども歌舞伎が奉納されるようになったのかは明確には分かっていません。おそらく浄瑠璃が盛んであったこと、上方や小松の子ども歌舞伎を見聞きし伝えられたのではないかと考えられています。曳山は西町、中町、東の三町があり、中でも西町の曳山が最も古く、216年前の天明9年に作られたことが分かっています。町建てから約130年を経て、庶民の経済、文化の力が開く頃に誕生したと思われます。子ども歌舞伎はかつては三町が共演し、出町のみならず近郊の住民の楽しみとして大変にぎわったようです。しかしながら後継者不足、経済情勢などから昭和44年より当番町一町が芝居を行うことになりました。出町子ども歌舞伎は昭和42年に市指定文化財に、平成6年には富山県指定無形民俗文化財となり、地域づくり、文化継承の各部門からその功績が称えられています。現在は砺波子ども歌舞伎曳山振興会が母体となり、三町がその伝統を引き継ぎ守り育てています。さて、華やかな子ども歌舞伎は子ども役者が主役ですが、その舞台となる曳山も大変素晴らしいものです。ここで曳山について説明しましょう。曳山でござる。曳山は台の上に御殿風の建物が載せられ、屋根は切り妻で、一段下ってせり出しの舞台の唐破風の屋根があります。前側には一間四方ほどの舞台を設け、腰や欄干には彫刻が施されています。それでは各曳山の特徴について説明しましょう。西町の曳山は三町の中で最も古いものです。御殿は白木のままで、塗られてはいないものの高欄は塗ってあります。慶応年間に改造されたもので、彫刻は
稲見の番匠や田村与八郎の手によるものです。中町の引き山は西町に次いで作られたと伝えられ、黒塗りに彫金の金具が打たれた落ち着いた作りです。屋根が一重であることが特徴です。また平成15年に実施された引き山修理において、かつての大屋根修理に書かれた墨書きが発見されました。その内容は、塗師は彦助とその門弟5人であること、そして慶応4年3月20日に大工4人が仕事にかかり、延べ57人かかったことが記載されていました。慶応4年は9月8日で明治に改元されており、江戸の末期には引き山が存在していたことを示しています。その他に竹本康太郎の記載もありますが、詳細は不明で、おそらく浄瑠璃語りの人物名だと思われます。東の引き山は明治33年の大火で焼失し、その後資金を作り大正11年に完成したものです。設計は稲見大工の松井角平で、工事は町内の大工が当たりました。黒塗りと金箔で仕上げられ、3つの中で最も華麗です。この三代の引き山は歌舞伎の舞台だけでなく、貴重な文化財として大切に受け継がれています。さて、今年は西町が当番町です。本番は堂々とした役者ぶりの子どもたち。しかし、そこに至るまでには並々ならぬ努力があります。子ども、家族、地域、指導者が一体となって数ヶ月もの間、それこそ自分の時間を削って歌舞伎に取り組みます。舞台を成功に導き出す姿をご覧ください。西町でござる。歌舞伎で演じられる題は各町によって決定されます。演題を決めることは配役や練習、衣装などの準備品に至るまで影響を及ぼします。今回の演題は上演の8ヶ月も前の8月に一ノ谷二葉軍記熊谷陣屋の段と決定されました。品格のある腹芸の多い大変難しい芝居で、西町としても過去に3回しか演じていないものです。舞台に立つ子どもたちは12月に配役が決定されました。それでは役者を紹介しましょう。まずは源氏方、熊谷二郎直実は6年生の小畑俊介さんです。首実験の場を演じます。同じく熊谷二郎直実の物語の場を演じるのは5年生の吉岡翔也さんです。直実の妻で小次郎の母相模を演じるのは6年生の加藤博恵さんです。源義経と梶原平次景隆の二役をこなすのは5年生の山本恵さんです。直実の家来の堤郡司を演じるのは最年少の3年生加藤博明さんです。相模を演じる博恵さんと兄弟出演です。次に平次方です。直実に討ち取られた平の敦盛の母を演じるのは5年生の舘真理恵さんです。
源頼朝らの命の恩人弥陀六で、実は平宗清を演じるのは4年生の上田理子さんです。そして忘れていけないのが、子どもたちを指導される小松市の住田清さん。熱の入った指導とその人柄から師匠と呼ばれ、みんなに慕われています。さて、キャスティングが発表された。12月から早速台本読みが始まりました。練習は当初は週末を中心に行われていますが、だんだんと回数が増え、春休みに入ると毎日といったハードなメニューとなります。はじめは大丈夫かなと思えた子どもたちが、役者として成長する様をご覧ください。練習の時にセリフを強く言ったり低く言ったりするのが辛かったけど、うん、練習の中で一番厳しかったのは誰でしたか？師匠です。練習の時はすごく辛くて、成功するかすごく心配だったけど、やっぱり振りとかを覚えたり、すごなんかいいポーズを作るため、作ることがすごく大変でした。うん、師匠とお母さんとどっちが厳しかった？お母さんもいろいろ教えてくれたりなんかしてたし、うん、どっちとも一緒ぐらいかな。そうか。おめ先生の前やとねってよ。先生に毎日来てもらわんな。お願いします。いかがでしたか？華やかさの裏には、温かくも厳しい指導と子どもたちの努力、地域の人たちの支えがあったのです。さて、いよいよ本番当日です。苦しかった稽古の成果が披露されます。晴れの舞台をご覧ください。本番でござる。当日は朝早くから準備です。子供たちの顔に化粧が乗ると、その表情に緊張が走ります。そしてそれぞれの衣装を身にまとうと、立派な役者の完成です。子どもたちは名前で呼ばれず、演じる役名で呼ばれ、その雰囲気は盛り上がりを迎えます。さあ、出発ですよ。
に聞ける御台所。馬もこの方気ぃ利かないやらぬと抜くところこじりつかんで、いやあ神通で敵呼ばわり何やつ、いやおすがろそのわけを、いやの夫人の恩方さま、おち招けた。いかがでしたか。堂々たる役者ぶり大成功でした。でも今年はこれで終わったわけではありません。砺波市と庄川町が合併してそのお祝いの記念行事としてここ文化会館大ホールで上演されました。もう一つの晴れ舞台をご覧ください。見せ場でござる。端的に言うたらよく頑張ったってことやけれども、本当にいろはの意も知らんもんが、踊りのおの字も知らん子がこうしてよう根気してわしもし頭に来ることいっぱいあったけれどもよ、本当に頑張り続けてくれたと。特にあの熊谷の別れていくところあれには仕掛けとったけども、ああ来てよかったと思う。やっぱり後味よくこう上がったと思う、長い本当に山坂を今頑張って登ったということ、早口でペチャ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 と喋るこの頃の子どもはそうやろ、で特に国語の本読んどったって音読力の何の少ない悪い、平気でそういうふうに取ってる今の世間やん現在、それコミュニケーション下手かむようなベロかむような、歌舞伎のセリフによく挑戦したということと、わしもうるさいけれど、それはうるさいわ、ほんで一段一段とこうして上がってくる
その年々の成長ぶり見たらそれ、ほら今日ら見たらこんなになったんで泣けるわよ。本当に。すべての上演は大成功でした。伝統のたすきがより磨かれてつながれました。来年は東、再来年は中町と脈々とその伝統がつながれます。町を思い、伝統を思い、そして人を思って歌舞伎を伝え支える人々が砺波にいます。最後にお世話をされていた代表、西町総務の戸田信之さんのお話を聞きながら終わります。ということはこれはやっぱりそれはみんなの力がないできないでしょ、ね、ということはないと町内もある、うん、これはまあ学校区もありますよね、出町の出町小学校、うんうん、だからこれからやっぱり出町高校この山頂のこの引山町内ですね、うん、その方たちが一緒になってこの支えていかないかねえかと、うんうん、ですよね。だから、子供らだけ何もできないんですよ、ね、どれだけ山が、ね、立派なものを作っても、うん、これが一番あの最大の悩みであり、またこれからの楽しみであると、これがやっぱり周りから支えていくことが地域の活性化にもなるというふうに思っております、うんね、長い間こうやって見させていただいている間に、たくさんの地域の方が、そして当日も、衣装、化粧、うん、そして林、もうみんながもう一致団結して、いやー、砺波の町じゃほんますごいなというふうに実際思うがですね、うん、やっぱ地域があって子どもたちを支える、そういうものが大事ですよね、うん、だからこれがね、今のいう、なんていうのかな、あちこちの事件事故がありますけども、それがやっぱり地域を支えていくことの中では一番大きな問題だと、これまで力になると、うん、市場から聞かれたと思うんですけどもね、うん、一番心配していた子どもが一番元気になったと、うん、さっきちょっと聞きました、市場自分が泣いたいって、うん、涙しておりました、うん、これまでなかったよってね、自分で感激していかれた、うん、これはほんのやっぱしね、これは子どもに対してはやっぱし子どもに対しての恩返しだと思うし、うん、親に対しても恩返しだと思う、うんだからこれはやっぱり地元が大事になっていかな、うんうん、支えていくことが大きな力だと思います。ですね、まだまだ子供歌舞伎、まあ、210年、うん、まだまだ200年、300年、250年、300年、ね、まだまだ地域で支えて、そして砺波市と一緒に発展していく、ね、こういったことが期待されますよね。砺波市だけが発展してもダメや、うん、地元がもう一緒になって共同共栄が、これは一つの大きな力だと、市民が力だというふうに思います。